の小部屋ようこそ秋、いい季節ですはい、今回もですねまテーマがね秋ゴルフっていうもう季節もね秋でいい感じにねなってきましたしでもどうなんですか夏は結構ボールが飛ぶとか言うじゃないですかラフ伸びて結構フェアウェーがいい感じの渋滞気味で秋になってくるとこのコースコンディションも 変わってくるんですか。ちょっとあの芝が枯れてきたりとか、まだ冬のね間なのでそんなにひどくはならないとは思うんですけど、やっぱりこう気温もやっぱちょっと下がってくるのでバランテのその飛距離とかはちょっと変わってくるかな。ちょっとっ落ちてくるんですか。ちょっとだけちょっと。あとグリーンの硬さとかは季節によって変わったりするんですか。はい、ああ。そこまではそれはもう軽具合なんでそこまで変わらないですか。そうですね。でも枯れないのでグリーンの状態はすごいいいかもしれないですね。おお。10月11月が一番簡単なゴルフですよね。 だってラフもあの伸びないで収まってきてであれヘアウェイより若干ラフの方が浮いててティーアップされてて打ちやすそうみたいなありますね感じになってきてで暑さからだんだん涼しくなってきて季節もいいようになってくるじゃないですかだから今が今一番スコア出る時期ですねそうですねしかも千葉だと紅葉が長く見えるんですよこっからいいなぁそうなんですねもういいもうドライブよ えー、あー行けたい感じで行きながらだってあれですもんね沖縄だから紅葉ないんですよねそうなんです紅葉知らなくて、うん、紅葉知らないんですか知らなかったんですけど <laughs>、うん、やっぱりこの初めて見た時にもうすごい感動しちゃって思いましたなんじゃこりゃっなん、ま、じゃこりゃって思いました枯れてるじゃんって <laughs> 確かになんかどういう感じなのかちょっと分かんなかったんですけど <laughs> そうですね。めちゃくちゃ綺麗だなと思って。いい感じじゃないですか。一番好きです。本当秋が。しかもこう千葉はこうね内房外房あとなんか標高差によっていろんな景色が見えるんでこういろんなゴルフ場に行ってもその移り変わりがあるんでまだしてないところもあればしてるところもあるし長く見えるんですよ。あすごいいいですね。だからそれをね目の保養しながらでもねゴルフいいスコア出ないと帰りはねもう見る余裕ないから。 <紅>葉 <laughs> そうですよねいい、うん、スコアで回るのは大前提なんですけどうん、うん、でもどうですか日本いっぱいいろいろ行ってるじゃないですか、はい、いい感じの風景が見えるゴルフ場でいったらどういったとこありました、はい、いやでもあの雑誌とかにも載ってる「ボナリ高原」っていうところに行った時はうん、うん、紅葉の時期に合わせて行ったんですよ。で、うん、でもちょっっとなんか早かたたみい 全然見れなかったのでまだ緑だったですかそうなんですよあるあるですよねあるあるですよね春の桜のいい時期になってもうこの時期にいい感じやろうって言ったらあちょっと今年は遅いんでまだ満開じゃないんですみたいなびっくりしましたあと言ったら早くてもう終わりましたみたいなでもそう考えたらねこの関東もこの千葉から上こう栃木とかね茨城ぐらいまで結構幅広いんで まあね、季節を楽しみながらゴルフエンジョイしてもらいたいですね。まあ、その中でね、まあ、この秋がね、一番いいスコア出るんで、もうこの秋にいいスコア出なかったら。もう本当、あの、冬は、もう練習した方がいい。確かに冬は。本当ね、そうですね。この時期ですね。そうですね。はい。じゃあ、最後、今週もプロ締めて。くだ私が。皆さん、秋ゴルフ楽しみながら頑張りましょう。